750万ももらって車も買えねえんだよな、おめえは。なあ、お前車も買えねえんだよな。親から取ったんだよな。税金もそうだよな。税務署の人が連絡くれて、お母さんに払ってもらえば助かるって言われて。さて、缶コーヒーを買いに行こう。うわ、なんかちょっと若干雨降ってきてないか。ちょっとボスは飲み飽きたのでコカ・コーラの方行こうかな。こっちの方が安いんだよな。ちょっと歩くけど100円なんで。あー、缶コーヒー代ありやす。とりあえず生さです。缶コーヒー代。あ、これ配信者に行くの96円なんですよ。これこのショーだと2つで96円なのよ。あの、ずうずうしいこと言っていい？あの、あと4円足りないこれ今96円だよ、これ2つで。あの、結構中抜きが多いんですよ。その分ほら、さくらんぼが付与されるたりとか、ランキングのあれがあるからだと思うんだけど。あー、クーモフモフさんから、オーマイガー、オーマイガー、オーマイガー、アラブの石油王、ウィドウズ、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、サマソン、やったー、ありがとうございます。ありがとうございます。やったーです。あー、とりあえずサマさん、やったー。2個来たー、ありがとうございます。これでコーヒーが飲めます。コーヒー飲んでちょっとお釣りくり来ます。ありがとうございます。小サクランボ、やったー、レンチャーです。あ、いいね、もここどうも。いやだってほら、コーヒー代にって言ってコーヒーであと4円足んないからね。いや、それって別に俺のためじゃないんですよね。いや、俺のためでもあるんだけど、なんかさ、まあ要するに太っ腹みたいな感じでおごってくれた人に対して、なんかさ、もうだから100円だから、で96円じゃん。つまりはそのおごってくれって言ったやつのもう 96% の値段を払ってるんだったら、残りの 4% まで、まあおごらせた方が、むしろおごってくれた人がね、その、まあ、中途半端に、まあ、中途半端っていうか、まあ、ほとんど大半なんだけど、 96% 出すよりもあと残りの 4% を、ね、あの全額払ってくれた方が、その4円の価値ってめちゃめちゃその人にとって多分高まるんですよね。わかる？だってあと4円頑張っただけで全額おごってくれたってことになるのに、 96% だと全額おごって、ね、4% だとしても4円だとしても全額おごってないっていうことになっちゃって、なんかその太っ腹感が出ないんですよね。で、残り4円払うことによってね、まあその投げる方はその2倍とかなんですけどそこの4円でもう全然変わってくるので、そのなんか雰囲気っていうか感じがね。そう、むしろだからこれは投げてくれた人に対して、コーヒーをおごってくれたって人に対しての、これを僕のある意味思いやりなんですよね、これはね。そう、うん、いや、そういうのあるじゃないですか。その、うん、まあ、96円が死んじゃうわけじゃないんだけど、その96円があと4円追加されることによって輝くんですよ、さらに。だったらその4円は惜しみなく、やっぱね、おごってもらった方がいいっていう、そういう僕そういう考え持ってるんで。そう、いや、むしろこれ僕の優しさなんですよ、うん、はい、いや、風呂入ってないから恥ずかしいな。うん、いや、そういうのあるじゃん。だってあと4円のせいで96円が死ぬっていうのは、なんかそれはなんかむしろ申し訳ない、うん、むしろ逆に申し訳ないなって、うん、配信久々。いや、そうでもないですよ。昨日ちょっとだけやったし、あとまあ何日かやってなかったけど、まあでも数日間やんないだけで久々って言われるのがすごいよね。結構どんだけやってたんだみたいな、うん、あー、とりあえず生さんから4個連チャンあれです。やったー、ショーのやつやったー。あー、遠く目の方、コーヒーだよ、これ来たー。
ガーワイガーワイガーアラブの石油王ミドズビリーズソフトバンク様たちやったーやったありがとうございます。なんとこう安いんですよ、100円ですよ、見てください。うわこれスプライト、これペットボトルでかいのに100円だぞ、これスペシャルプライスってある。見てこれ全部100円だからね、このね、わお、うわこれ100円安くないか。夜間の麦茶香ばしい、これ みんな飲みました。これ夜間の麦茶ってめっちゃうまそうやん。これ飲んだんすよ。まあ別に夜間の麦茶感なかったけどね別になんかなかったけどね、夜間で入れた麦茶っぽくなかった、普通の麦茶だったけど、うん、まあ別にまずくないけど、なんか夜間の麦茶感はなかったなうーんなにしようかな。でもこんだけしかないんだよな本当はハイヤ飲みたいんだけどな、もうまたこれかな。あー遠く名の方からサークラムグルーイエス5個やったー、ありがとうございます。やったー、ありがとうございますジョージアにしとくかいやウォーターサーバーで、いや今コーヒーが飲みたい気分なんで、まあ、コーラでもなんかいい気もしてきたけど、いやー本当はファイヤー飲みたいんだけどな、ファイヤーの自販機クソ遠いからね。やっぱね缶コーヒーは絶対ファイヤーが一番美味しいよ。なんかエメラルドマウンテンをエメマンっていう人俺あんま好きじゃないんだけどいや俺も普通に言うけどわかる、なんかさ気持ち悪くない、エメ、あ、あ、時間切れ、もうエメマンってなんか略すとなんかダサくないか、なんかなんか昔ダウンタウンがさジョージアの CM しててさ、なんかエメマンとかつってなんか普通に CM 出てて、なんかもう違和感しかなかったもん、なんか、うん、ダウンタウンとか一回会ってみたいね。お笑い界のスーパースターだもんな。多分オーラやばいんだろうなダウンタウンとかね、思うよふん普通に、あでも美味しいな、なんか意外と、うん、牛乳感がある。俺お笑い芸人はね何人か会ったことあるんですけど、まあ、あの三四郎の小宮さんって家来たけど正直オーラ全くなかった、もう普通のおっさんでしかなかった俺と多分年がね1歳か2歳しか変わんない、俺のが1歳か2歳年下なんだけど、正直もっと上に感じたし、普通のおっさん感半端ないし全くオーラなかったな、うん、っていうか、まあ、そもそも俺が多分その時点で小宮さんを知らなかったからっていうのもあると思うんだけど、うん、藤井隆とか生で見たことはあるけど、藤井隆はオーラすごかったな、まあ、知ってたからってのもあるんかもしんないけど、藤井隆はねオーラ半端なかったよ、なんかめちゃくちゃあったあの人、芸能人のオーラみたいなのが半端なかったよ。 TIM とかも見たことあるけど、まあでもなんかオーラっちゃオーラはなかったけどな。藤井隆めちゃくちゃオーラあったよなんか、うん、あとなんかもう
性格が明るいからかな、なんかその明るいからオーラを感じるんかもしれない。ダウンタウンとかオーラさすがにすごそうだね。うん、ダウンタウンとかは会ったことないけどオーラやばいんだろうな。あ、ビートたけしはすごかったな。ビートたけしはやっぱすごかった。あの超会、ニコニコの超会議で見たことあるんだけど、実際生でねビートたけし見たことあるけど、やっぱオーラすごいよあの人は。なんかもうなんて言うんだろう、もうなんかお笑い芸人ってオーラじゃないんだよね。もう偉大なるなんか歴史上の人物みたいな、なんかわかんないけど、なんていうの、芸能人っていうよりもうなんて言うんだろうな、芸能人を超越したなんか歴史上のなんか人物的な、なんかもうすごい偉大なる人みたいなオーラが半端なかった。うん、なんかもういるだけですげえなっていう感じ。ああ、なんかお天気雨みたいになってる。いや、そんなお天気でもないかな。雨降ってきてるな。あとビートたけしってなんかその時してる格好によって違いそうだよね。なんかふざけたキャラのあれで言ったらなんかまたちょっと違ったんだろうけど、俺が見た時もうほんとスーツ着てめっちゃちゃんと決めてて、なんかこう超会議のねニコニコのなんかこうなんだっけ、何について語ってたんだっけな、よく覚えてないんだけど、なんだっけ、テレビとインターネットの配信のなんかことについて確か語ってたんだよね。多分そんなようなこと多分語ってて、そうで、だからすごいんですよ、なんかもうマイク片手になんかこうなんか語っててね、なんかその姿がでもちゃんとこうスーツでも決めてたんで、身なりがちゃんとしてたから、そのなんかちょっとボケ的なキャラじゃなかったからってのもあると思うんだけど、すごいなんか偉大な感じが半端なかった。ゴミがまた1個増えた。こうじゃなくてあんなものをねあんなぬいぐるみ売ってくれば自動車でいくつか取っといて、こうじゃなくて片付かないよ、こういうゴミだけ片付けたんじゃ。どんどん売っちゃった方がいいよ、いろんなもの。ほんでさ、あんたはさ風呂入りたいってか、もうさっぱりしないわ。ここにあるさ、風呂入ってこようかな。そうじゃねえよ、ここにあるなんと、この間放り出したやつ、下らって書いてある T シャツがあるんだけど、下らって書いてある。あれなんで入るの買うわけ。何下らっていう。下らって T シャツがあったよ。何下らって。下らってここに書いてあるんだよ。下らじゃない、設定でしょ、設定6ってやつでしょ。いや、下ら。じゃあ、散らかさないでね。設定の、設定のせい、設定のこの字がこの字がしたらの下ら下と一緒だから、これがしたらの字と一緒だからね。もうやだよ、やんないでよ、そういうの切ればいいんじゃない、なんでも買ってるんだから、買ってみんな放っとくだけでしょ、なんでも。
でネットのあの棒があるじゃねそこに買った、あそこを引っ張れでしょ、どうでもいいようなも買ってるんだよね。であの棒はあの廊下にあるかんね、袋の中に。なんであるものめっちゃ買うわけ、そうに見つけないで。じゃあ壊れちゃったんだよ。壊れちゃうんだ、なんで売っちゃうね向こう。いやだから新しいの来るまで使ってたの。だからどれ売っちゃうの、こっちは分かんねえからずっと置いてあるんだけど廊下に。そのゴミを増やす、自撮り棒がスマホ固定するとこのなんかゴムみたいなのが取れちゃって、なんかあんまりうまく固定できなくなったから買ったんですよ。まあ配信の機材はこれはもう本当立派な経費なんで、もうかかりたくねえんだよあんたとは悪いけどあんたとかかりたくないから、私悪いね、もう具合が悪くてどうにもなんねえから。だからゴミの中で生活して楽しい。あんたの部屋ゴミだからみんな見たかねえもん。だからヨーダみたいだね、なんかやっぱスターウォーズの。かわいそうなもんだよ。まあ頭なんかこんがらがっちゃってもう溶かせねえし。なんでずっとここにいんの。死んだ方がいいんだよ。だってここにいるよずっと。だってじゃあどこへ行くの。立ってずっといるってことできねえんだよ、おごとで。パソコンそこに置いたら、吉井さん大好きなドリフとかパソコンで見れるんだよ。ドリフなんか見たくねえ。いやだって前見たいって言ってたじゃないですか。いい、もう自分が嫌になってる、自分自身が。もうこのまま焼いてもらって。 Wi-Fi 契約してるからノーパソがあれば。いや俺も持ってたんだけど壊れちゃってるから今。ノーパソがあればテレビなんか見ねえから、ここに置いとけば何でも見れる。こういうことか今調べるんだよ、こういうのみんなね。ほんであなたのいらないやつね、あんたあの税金払ったのどこ置いたの。どこ払う、ね、何、領収書持ってこって言ったよね。だ領収書大丈夫、俺が管理してるから。ほんであの袋はどうしたん。たあの自動車法ってあるでしょ。うん。ね。てか12時だね。そうじゃなく持ってこっつってよね、封筒。ちょっと風呂入ってこうかな。放っておあるよね。自動車に放ってあるでしょ。あ、ちょっと Wi-Fi つなご。だからね、あの払う用紙だけやろうと思ったけど、あんたおちょちょいだから封筒入れてやなくちゃと思って入れたんだよ。ほんでその封筒を俺が片付けるからって言って、もう自動車を置こってあるよね。だから自動車も汚れてくるわけね。領収書だけ持ってきて自分で保管して、あとの袋は売っちゃわないとね。一つ一つ片付けないから自動車も問題。俺ね今日 YouTube であれ見た。YouTube でね、なんかね300-400万再生、500万再生ぐらいさせたかもしれないな。結構バズってた動画で、なんだっけな、なんか野生のねライオンがいるんですよ。野生のライオンがいて、でその野生のライオンでなんかこう結構こうなんていうの、その群れからはぐれちゃったみたいなちっちゃいなんか子供のライオンがいて、それがなんかこうなんだろう、ほんとちっちゃいもんね、ほんと子供のライオンが群れからはぐれて、なんかもうほんとに衰弱しきってたんだってもう。でそのライオンを人間が発見して、そのそれを家に持って帰って、家っていうかなんか多分そういうなんか動物愛好家みたいな人が、その動物を、その野生のライオンを大人になるまでなんかその保護しようとして、でそれでこう育ててたんですよ。でなんか狩りとかもなんかこう覚えさせたりとかして、そうでなんかある程度大きくなったら、そのでも結局そのライオンの幸せを考えたら、やっぱ野生に返してあげるのが一番っていうんで、それをなんかこうなんかこう、まあ野生つってもなんかそういう多分なんかなんていうの、そういうなんていうの、人がある程度管理できてるところの野生の部分だと思うんだけど、要するに なんていうのそのこうなんか地域みたいなのがエリアみたいなのがあって、でも一応野生なんだけど人がある程度管理できてる場所みたいなところで、まあ要するに放牧でもないんだけど、そこで話したらしいんですよ。野生に返したみたいな感じしたらしいんですよ。まあちゃんとした野生、いや野生は野生なんだけど、なんて言ったらいいの、その人が管理してるエリアみたいなところがあって、そこにこう話したんだって。
そう、保護区みたいな、そうそう、多分保護区みたいな感じ、多分そういう感じだと思うんだけど、そう、でも一応まあ野生ではあるんだけどみたいなそうで、それでなんだろう、まあそのね、別れは惜しかったらしいんですよね。やっぱりもうずっとなんかちっちゃい頃から育てたからね、別れは惜しかったんだけど、悲しかったんだけど、話して、その野生のライオンのために、それで1年間そこで保護区みたいなところで自然でなんか育ったんだって。でその後1年後にそのライオンを育てた人たち、まあ2人で育てたんだけど、その人たちがそこの野生っていうか、まあそこの保護区のとこ行ったら、そのライオンが気づいたんだって。でそれでなんか抱きついてきたんだってよ。可愛くないですか。もう普通にでっかいライオンよ。ライオンってなんかすごい凶暴なイメージあるけど、なんかそのやっぱり恩を覚えてたみたいで、そのね、ちっちゃい頃に助けてもらって育ってくれた親みたいに多分思ってんだと思うんだけど、その育てた人がその1年後にそこに行ったら、そのライオンがすっごい抱きついてきて、なんかめっちゃなんか猫みたいに甘えてくるんですよ。でそれ見て、わあ、なんかいい話やなと思って、YouTube で多分検索すれば出てくると思うなんて検索すれば出てくるんだろうな。500万再生ぐらいされてたかもしれない。なんて検索、野生の、違う、ライオン保護みたいな、多分そんなの出てこないかな。でちょっと俺風呂入ってこうかな。風呂入ってからまた安心するか。ちょっとね、風呂入ってんでさっぱりしないんで、風呂入ってからまた安心しよっか。あ、特にネタないんですけどね。まあ部屋の掃除はまあ一応途中ではあるんですけど、まだちょっと風呂入ってくるわ。なんかもうさっぱりしないんで、洗濯自分でやってね。もうやんないかんね、私悪いけど。じゃあちょっと皆さん一回枠切りますね。ちょっとまた風呂入ってから配信します。まあ、1時間以内ぐらいにはやるんで、まあ、特に何もないんですけど、あと、まあ部屋掃除はまだ多少残ってるけどね、それぐらいしかもう何もないんですけど、ネタというか。はい、じゃあ皆さん一回お疲れ様です。ちょっと風呂入ってきます。お疲れ様です。ここから出てやってくんない、かかりたくないから、もう一切あんたにはね、